はい、皆さんこんにちは。信長の野望の続きをプレイしていきたいと思います。現在の情勢ですね、簡単に、おさらいしておきましょう。まずは九州制覇して中国の毛利も、もうほぼ打ち破った島津と、四国で頑張ってる長宗我部、徳川にやや押され気味です。そして徳川ですね、近畿一帯制覇しています。武将56、兵数65万を要していますね。そして我が真田は、東海から関東、そして東北北陸まで、完全に制覇して、今や徳川を逆転して最も大きい勢力となっています。目下の目標はですね、このもう、東日本の、まあ、ほぼ全域を制覇してますので、一刻も早く近畿を抑えてですね、征夷大将軍になって乱世を終わらせるというのを目標にやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずはですね、近畿を支配している徳川を、まあ、弱体化させてですね、このもう伏見を抑えてしまえば征夷大将軍になることができますので、その時点で、徳川島津を抑え込んだと、将軍の位置につくことができるということになっていますので、まずはこの辺りからですね、徳川の勢力を一掃するということをやっていきましょう。まだ5000しかいないか。まずは武将を前線に送り込んでいきましょう。誰か強い武将がいれば、もうその武将をどんどん前線に移動させていきます。もう寿命が来て死んでいく武将が非常に多くなってきてしまったので、前線に武将を送り込んで、後方は、もう何もしないということもしていかなきゃいけないですね。最前線にどんどん武将を送り込んでいきましょう。でももうこんくらいか使えそうな武将は。さあこれでいいでしょう。前線に武将が充実してきましたので、さらにね、徳川領の進攻が加速すると思います。出るぞ。出陣します。出陣します。
一刻も早く伏見を抑えたいので、報告いたす。先月の終始です。報告いたす。進撃をすると。出陣するぞ。我が領内に敵が迫っております。この名古屋を失いたくないので、雪村自ら出陣しましょう。兵数5800。命は惜しまぬ。本当はもうちょっとね、充実した戦力持たせたいんですが、今5800が精一杯ですね。我が戦お見せしましょう。静岡岳城に16000か。ここ持ちこたえられるかな。うわー厳しいな。759しかいない。そして出せる部隊も少ないですね。今この徳川のこの城、捉えたり、いざ迷う。また人が死んだ。ご命令を報告いたします。先月の終始です。大垣城か、大垣城攻めに軍勢をだいぶ割いてますので、この静ヶ岳城が危ないかもしれないですね。とはいってもまずは名古屋城の死守。信行がどこに行くか。名古屋の守りがちょっと手薄だな。出陣する。出るぞ。長浜城に1万2000か。長浜にも1万2000。いやー持ちこたえられるかな。1万2000。表情を始めます。報告いたします。犬山で押されていて、静ヶ岳でも押されてる。稲葉山は一進一退が。先月の終始です。報告いたします。まずは静ヶ岳。高卒82あるのか。堀田忠朝忠友ですかね。ちょっとここはこの舞台に任せましょう。で、稲葉山、鈴木重継、統率71か。何度か持ちこたえてもらうしかないですね。うわ、江口光清とか言ってめっちゃ強いなこいつ。こんな武将知らないな。ただ強い。率いてる部隊の数も多いですね。出るぞ。出陣する。敵が我が領内に向かっております。まずいことになって。出陣するぞ。誰かが死んだ。見れなかった。ご命令を報告いたします。先月の終始です。報告いたします。ちょっとだいぶ伝授系が溜まってきたので伝授していきましょう。秀頼あんまり強くないですね。統率が64だもんな。鉄壁。あとはやっぱり次の当主になるであろう大好きですね。
なるほど。まあもう上から順につけていきましょうか。期待している武将につけていきますか。まあ、とりあえずこんなところでいいですか。出陣するぞ。大谷のシャール、まあまあか。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。出陣するぞ。出陣します。敵将よっしゃ、打ち取ったり。出るぞ。城が取り囲まれました。まだまだ落とされるぞ。このまま行くと耐久が8500で、ただ兵力的には持ちこたえられそうではあるけど、救援に行けるか。宮の者、つけ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。ちょっとまずい状況なんですが、大輔に当主になるであろう大輔にどんどん能力を上げてもらいましょう。伝授していきますね。本当な、微妙だよな。まあいいでしょう、こんなもんで。長浜城がこらえられるのかだな。ちょっとこらえられないか。味方が捕らえられました。間に合うか。これぞ我が軍略、我が魂よ。敵将撃ち取った。雪村は犬山城攻めに変えてですね、井伊直孝が間に合いそうなので、長浜城は井伊直孝に任せましょう。やってくれるでしょう。ご命令を報告いたします。先月の収支です。城が取り囲まれました。出るぞ。いざ戦へ。うわー、長浜城が落とされたか。出陣します。なかなか京都に近づけないな。
ご命令を報告いたします。先月の収支です。出るぞ。私がやろう。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。助け立ちいたす。キレッセは落としましたので。これが独眼流の戦だ。雪村は一旦騎乗させます。逃げたければ逃げなさい。敵将を捕獲しました。徐々にではありますけど。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。徐々に、出ていきましょうか。何なりと申し付けよ。毎度おおきに。もう弱い武将でもいいから前線に出すしかないんですね。秀頼。しましょう。表彰を始めます。報告いたす。お、この清水山寺城って合ってますか。ここ取るとだいぶ変わるんだよな。伏見まであと一歩というところまで来ますからね。敵将捕らえたり。よし、これで伏見攻撃できるようになったんじゃないか。まだダメか。うわ、この五瀬山で合ってますか読み方。ここ強い。大包囲 B、 大強攻め C で兵数22000か。ここ攻略するのは難しいな。やっぱり長浜もう一回取り返さないと厳しいですね。我が戦お見せしましょう。戦場へ参る。戦場へ参る。出陣します。秀忠を討ち取りたい。敵将討ち取った。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。秀忠を討ち取りたいぞ。こいつ強いな。
統率88か。兵2万引いてるっていうのが化け物だな。ただ挟み撃ちすれば出陣する、出陣する。お味方が捕獲されました。よし、清須を取った。敵将捕らえました。我らに撃てる敵はありません。ご命令を報告いたす。そしたら雪村自ら、救援に向かいましょう。9500を引いて持ってくれよ。我が方の城包囲されました。出るぞ。我が道を開けよ。うわ、浜松城で死んだか。弟ですね。かなり優秀だったんですが。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。雪村が死んだの近いな。奪われました。救援は間に合わなかったか。出陣する。お、秀忠を倒せるぞ。秀忠を討ち取れ。これぞ我が軍略、我が魂よ。そしたら雪村の手で、この城を落とすのもなんなんですが、やっちゃいましょう。いたします。表情を始めます。報告いたします。軍団がちょっと編成できるようになってますね。まず政宗の軍団の本拠地を岡崎城に移しましょう。小田原に変えます。本拠地はこいつも。いいでしょう、これで。騙さずに。政治高いな、やっぱ。よし、これで、十分役割を果たしたので、雪村は城に戻るぞ。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。報告いたします。逃がしゃしないぜ。加勢いたしますぞ。出るぞ。我が戦お見せしましょう。出るとするか。ご命令を報告いたす。報告いたす。山城も取りました。敵将捕らえたり、助立ちいたす。取れないか。出陣するぞ。ここはどうしても取りたいんだけどな。伏見への道ですからね。
報告いたす。報告いたす。清水山城城であってますか？山城城かな？清水山城は取りたい。出陣する。出陣するぞ。出陣します。ご命令よ。報告いたす。報告いたす。雪村も兵がもう多分満帆になってるはず。兵1万1000を引いて、まずはここ清水山城城に向かいます。出陣します。表彰を始めましょう。報告いたす。お見せしましょう。いざ戦前、敵将捕獲しました。よし、清水山城を取りましたね。捕らえました。そしたらいよいよ雪村自らこの伏見城攻めにかかります。もう雪村の命も寿命もそう長くはないと思うので、一刻も早く伏見城を抑えて先月の終始幕府を開きたい。取り囲め。秀忠が死んで松平忠輝が後を継いだのか。徳川家ではなくなってしまったんですね。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。出るとするか。ご命令よ。報告いたす。報告いたす。攻略の指示を出しましょう。今一気に行きたい。政宗の軍勢にも攻めさせましょう。亀山城じゃないんだよな。攻めさせたいのはここなんだよな。なるほど、軍団の陣地の支配の問題ですね。なんとか、みんな我に続け。八幡山を取りましょう。八幡山取ると伏見に上と下から攻撃ができる。助太刀いたす。いざ参ろう。ご命令よ。報告いたす。報告いたす。取り囲め。よし、伏見取った。我が魂よ。伏見を取った。やった。幕府を開いた。征夷大将軍になりました。やったー、征夷大将軍になったー。征夷大将軍になったので、
ここで終わりにすることもできるんですが、ここは取りましょうよ、大阪城は。やっぱ雪村最後のね、地だったこの大阪城。ここは取りましょう。ここまでやりましょう。まだだいぶ長くなっちゃうかもしれませんが、ここまでやって、終わりにしたいと思いますので、雪村はここに入ります。出るぞ。表情を始めましょう。報告いたす。本拠地をここに変えます。で、伏見はあ、駿府は政宗に任せましょう。領内に敵が迫っております。細川忠興まで生きてるんだ。まずいな、このまま出てくとやられるぞ。命は惜しまる。忠興に勝てる気がしない。敵将撃ち取った。逃げられると思ったか。敵が我が領内に向かっております。包囲される前に出陣しろって言われてもな。我が方の城包囲されました。表彰を始めます。報告いたす。多分この政策で何なりと申し付けよ。何なりと申し付けよ。総武事例を出すと終わりなんですね。大阪城を取るまでは終わりにしない。ここ武勇天下に示す。敵が我が領内に向かっております。逃がしゃしないぜ。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。ぐわー、伏見が取り返されるか。このままいくと表彰を始めます。報告いたす。伏見が落ちるのは時間の問題ですね。そしたら出陣します。いざ戦場へ。出陣します。出陣するぞ。出陣するぞ。ここが貴様らの地獄よ。表彰を始めます。報告いたす。どこが直角地になったんだろう。ここか。うわー、兵数少ないな。市場だもんな。
始めます。報告いたす。とりあえず雪村がそこから動かずに守り切りましょう。あそこに城が取られるとかなりまずいことになりますから、ね。敵将捕獲した。出陣する。紀伊半島方面に広げなくていいぞ。まさむね、大阪城を取ってしまえばもう、勝利は確実ですからね。ご命令を報告いたす。報告いたす。進行の指示を出しましょう。取れないんだよな、頑張っても。みんな我に続け。八幡山も取れないんだよな。出陣します。いざ参ろう。とりあえず伏見を取り戻して、朝敵とかにできないのかな。報告いたす。あ、自らが官位を得ることもできるんだ。やっとこう、いざ参ろう。出るとするか。我が策、戦場を制す。表彰を始めます。報告いたす。朝廷どん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 やろう。工作すいません。ちょっと花粉症なもんで。敵将捕獲した。本当すいません。伏見城攻め。みんな我に続け。我が策、お見せしましょう。敵将、捕らえた。いざ戦場へ。堀田正純は処刑しましょう。出陣するぞ。何？ご命令を。雪村が死ぬ。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。ならば最後、雪村は戦場で。出陣するぞ。何？出陣もできないのか。あー、病気になってるな。
出陣します。出陣する。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。御用を受けたまわります。加勢いたす。助立ちいたす。表情を始めます。報告いたす。出陣するぞ。出陣します。我が領内に敵が迫っております。出陣します。お瀬山後ろ、ここか。若さか。ここ守りきれないとまずいな。でも我らに撃てぬ敵はありません。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。真田大輔、まだ未熟なんだけどな。我が策お見せしましょう。表情を始めます。報告いたす。それでは参りましょうか。出陣します。出陣します。強いな、あいつ。通信が取り返せない。報告いたす。誰だ。強いな。うわぁ、マサムネ。マサムネが死んだか。表情を始めます。報告いたす。報告いたす。ありがとう、マサムネ。正面で戦争してますけど、取りたいのは大阪城。行商を始めます。報告いたす。報告いたす。大阪城を取るまで総武辞令は出さないぞ。まずは伏見なんだけどな。出陣します。いざ戦え。出
陣します。我が策お見せしましょう。皆遅れるな。ご命令を。報告いたす。報告いたす。いざ戦場へ。表情を始めます。報告いたす。こいつ強い。誰？細川忠興か。我らに勝てる敵はない。この城は取ったと。ただもういらんぞ、そっちの方面は。ただ欲しいのは、ただ大阪城を攻略するにはこの諸井城であってますか、ここを取らないといけない。伏見方面から攻めるのは難しいですね。腕が鳴るぜ。我が策、戦場を制す。出陣します。ご命令を。先月の終始です。出陣するぞ。出るぞ。我が領内に敵が迫っております。我が策お見せしましょう。ご命令を。報告いたす。報告いたす。我が方の城包囲されました。出陣します。ご命令を。報告いたす。報告いたす。稲津重政、強いな。稲津重政さんも城が取り囲まれました。我が方の城奪われました。雪村死んだか。まあ真田大輔ですね。本当はね、この信之とかすごく能力が高いんですね、この信勝。ただ信行信勝はともにまあ兄、血縁者、まあ、そういう関係ではありますけど、高齢ですからね。直系の大輔にしましょう。ご命令を。報告いたす。報告いたす。大輔がいるのがどこだ。出陣するぞ。我が方の城包囲されました。取り囲め。出陣するぞ。二代将軍を始めます。真田大輔。ます城が取り囲まれました。出陣します。城が取り囲まれました。抑
されてますね。ご命令を報告いたす。報告いたす。奪われました。表彰を始めます。先月の終始です。ちょっと武将がやっぱり足りてないんだな。前線に武将を送り込むしかないですね。もしできるかなと思ったんですけどね。もうほぼ全員を前線に送り込むしかない。東北地方はもう誰もいないと。それでいいのかっていうのはありますけど。展開とかも使い物にならない弱さだけどな。それでももう送り込むしかないんですね。地味な作業が続いてますけど、前線にどん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 武将を送り込んでいくということを今やっています。まだ生きてんだあのじいさん。あいつ一番高齢だと思いますよ多分。こいつ強いな。鳴沢。
覚えておきましょう。さあこれでいいでしょう。ちょっと長くなってきてしまってますが、もうちょっとだけやらせてください。出陣する。ああ長宗壁が追いやられてるな。始めます。報告いたす。出るぞ。出るとするか。武将にしましょう。もうはっきり言って行商を始めます。何でもいいから武将が欲しい。我が策、お見せしましょう。どん詰まってるな。表情を始めます。だから報告いたす。抵抗作戦でこっちとか攻めりゃいいのにな。こっちって言ってるのはここ。伊賀上野城。腕が鳴るぜ。出陣するぞ。行商を始めます。報告いたす。江口に強い強いな。皆我に続く。出るとするか。ご命令を報告いたす。クラスだったらな、打ち破れるんですけどね。あとは信之。我が領内に敵が迫っております。ご命令を報告いたす。報告いたす。まあ田辺城は正直落ちてもいいといえばいい城ではありますけど。敵将捕獲しました。江口光清強いんだよな。まあ、一応勧誘はしますけど、答えない場合は処刑します。はい、というわけで今回征夷大将軍になって、雪村が初代将軍に就いたんですが、雪村はねその後病に倒れて死亡ということで、2代の真田大輔ですね、が雪村の成し得なかった大阪城攻略を今後行っていくというところを今後お届けしていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。